人気キ,キッズの堂本剛44と、桃色クローバー Z の桃田香奈子29の電撃的な結婚発表から6日。久しぶりのビッグカップル誕生とあって、世間は祝福ムード一色だ。芸能界からも、双方のファンからも、お似合い、本当に良かった、という声ばかりが聞こえてくる。写真、先月、スピード離婚しても人気の桃黒、ももクロ。 のメンバー。本サイトも、ファンも業界人もそう祝福。どうもとつよしももかな子の結婚はなぜ、アンチが全くいないのか、1月13日配信の記事でこうした状況を報じたが、その裏では祝福しなければならないという圧力のようなものに苦しむファンがいるのも事実だ。長年のつよしファン。 だという都内の40代女性のは複雑な心境をこうとろする。ゴ君が独身のうちは心の片隅で0.01%の確率でも私が結婚するかもしれない希望があったけどなんだか泣けてきて。独身でいてくれるなら自分もチャンスはゼロじゃないという気持ちが心のどこかにあったんだろうなって。でも、つよしも44歳だから気の迷いじゃなくて 腰を落ち着かせるんだろうね。だから、おめでとう、お幸せに、と言いつつ、どこかに寂しさ、辛さを抱いてしまうことに罪悪感を覚えてしまう自分もいます。また、京都府出身の30代の女性は、推しというだけなのに、大好きな彼氏に浮気されたような気持ちになっている、という。まだ自分の気持ちと戦っている。二人の出会いは、12年前に、振動元兄弟。 フジテレビ系で初共演した時だったとされるその後2016年には剛が作詞作曲と編曲を担当した「桃色」「ピンク」「空」「をももクロ」に楽曲提供18年には近畿キ,キ,キッズのブンブブーン「フジテレビ系」でも共演したがこの時微笑ましいシーンがあった桃田が「結婚したら朝とかちゃんと奥さんにお弁当とか作ってほしいですか とつよしに聞くと、彼は、作ってほしい。愛妻弁当を食べたい。だから、例えばこういうロケとかでも、みんなパン食べますとか言ってるときに、俺だけ愛妻弁当だよ、笑っと答えていた。さらに、つよは、結婚しても、ラブラブでいたい、と言い、出演者から、結婚したら毎日中するタイプですかと聞かれると、中したい、中は毎日するでしょう、と答えた。 これに対し、桃田は、毎日中する必要はあります。うーん、部屋とかも別々でいいんですよ、と答え、出演者からは、冷たい、とからかわれていた。二人の結婚観の違いが現れているとも取れるが、結婚した今になって振り返ってみれば、壮大な、呪け話、のように見えなくもない。前室の女性ファンだけでなく、ネット上には、 坊主のファンたちの寂しさを抱えたつぶやきもある少しずつ気持ちの整理をしながらおめでとうと言っていますまだ自分の気持ちと戦っている結構ダメージきてます坊君の選んだ人なら大丈夫って自信を持って言えますがやっぱり寂しい心に穴が開いた感じがしてる結婚生活は見せないでほしい一方桃黒クロファンからは桃のふ桃黒クロファン としてもありがたかった、という X への書き込みに象徴されるように、あまり落胆しているファンは見受けられない。前述の40代のつよしファンはこう話す。暴ー君はかつてライブで、僕に依存しないでください。僕も皆さんに依存しないです、と名言を言ったことがあるんです。それくらい、つよし君に依存症気味になっているファンが多かったということです。 長く旧ジャニーズをしてきたという女性ファンは、アイドル同士の結婚の難しさをこう語る。私は、旧ジャニーズ全体のファンで、皆さんを応援していますが、結婚後は、私生活を私たちの前では見せないようにしてくれた方がいいのかなと思います。今まで通り、独身のように振る舞ってほしい。というのも、アイドル同士の結婚は、容易に結婚生活が想像ができてしまうんです。 それが寂しさにつながる。この女性と生活して、この女性と朝起きて、と想像すると現実味がぐっと増してしまう。私の周りのファンは、これからは近畿キキッズ派として推していきたい、と言っています。ファンとして捧げた時間の長さ、思いの強さがあればこそ、その分寂しさや辛さも感じてしまう。それはある意味で仕方がないことだろう。